クレイ XMP。クレイ XMP は、クレイリサーチ社が設計、製造、販売したスーパーコンピュータである。1975年のクレイ -1 の後継として1982年にリリースされ、1983年から1985年にかけて世界最高速のコピュータであった。主要設計者は、スティーブ・チェン。 クレイマイナス -1 からの主な改良点は、クレイリサーチ発の共有メモリ型並列ベクトル、計算機だという点である。主筐体に2個の CPU を格納しており、外観は、クレイマイナス -1 の定鉄型のデザインを踏襲している。プロセッサのクロックは 105MHz、1サイクル9.5ナノ秒である。クレイマイナス -1A では12.5ナノセカンド。 アイポーラゲートアレイ集積回路で構成されており、個々の IC は16個のイクルゲートを集積している。CPU アーキテクチャは、クレイマイナス -1 とよく似ているが、メモリ帯域幅が改善されており、リードポート2個とライトポート1個、チェーニングサポート、クレイマイナス -1 を参照無強化されている。理論的なピーク性能は 1CPU あたり200、マフラップスで、 システムのピーク性能は400マフラップスである。XMP は当初200万ワード、1ワードは64ビットで16メガバイトの主記憶を16バンクに分けてサポートしていた。メモリタ1機幅はクレイマイナス -1 から大幅に改善された。クレイマイナス -1 ではリードポートとライトポートが1つずつだったが、XMP ではリードポートが2つになっており、I 応専用ポートも別に設けている。主記憶は4 k ビットのバイポーラ SRAM-IC で構成されている。CMOS メモリ版のクレイ -1M はクレイ XMP-1S と解消された。この構成は当初クレイリサーチでのユニックス移植に使われた。1984年 XMP の改良モデルが発表となり、プロセッサ数は1、2、4。 メモリ容量は400万ワード、800万ワードという、高性能機種が登場した。最上位機種 XMP48 は4、CPU で、理論上のピーク性能は800マフラップスを超え、メモリ容量は800万ワードである。これら機種の CPU は、方式のメモリ参照命令を導入している。最大式翼容量は1600万ワードまでとなり、 実際に搭載可能なメモリ容量は機種によって異なる。SRAM メモリチップも機種によってバイポーラ、または MOS を採用している。システムは当初独自の音を搭載し、クレイマイナス1とオブジェクトコードレベルで互換性を保っていた。UNIX システム V から派生した CXOS は最終的にユニコースとなり、 ゲストオペレーティングシステム機能として実行した。1986年以降ユーニコースは主 OS となった。DOE は標準の OS ではなくを採用した。クレイマイナス1と XMP はほぼ完全互換なので、その他のソフトウェアについてはクレイマイナス1のソフトウェアの節を参照。1986年クレイリサーチは X。 MP Extended Architecture シリーズを発表。EA シリーズの CPU は、クロック周波数が 117MHz、8.5ナノ秒となり、およびゲートアレイ IC で構成されている。EA シリーズでは、アドレスレジスタ A と B を3 2ビットに拡幅し、理論上に10億ワードまで扱えるようにしている。実際の最大構成は6400万ワードの、 MOSSRM を64バンクで構成したものだった。互換性のため24ビットアドレッシングもサポートしており、クレイマイナス1や従来の XMP 向けの既存ソフトウェアを実行可能である。EA シリーズの CPU のピーク性能は234マフラップスで、4CPU 構成のシステムのピーク性能は942マフラップスとなった。 大サブシステムは2つから4つの i、大プロセッサーを搭載でき、合計で2台から32台のディスクユニットを接続できる。DD-39 と DD-49 というハードディスク装置は、容量1、2GB で転送レートは、それぞれ 5.9MBS と 9.8MBS である。オプションのソリッドステートドライブは25、256、512、 1024MB の容量で転送レートはチャンネルあたり100から 1000MBS である。1984年時点の XMP48 は1500万ドルでディスク装置の価格は含まない。1985年、ベール研究所は、クレイ XMP24 を1050万ドル、8台の DD-49 を100万ドルで購入した。その際、 クレイマイナス1を下取りに出し、150万ドルで買い取ってもらっている。1987年、ホンダ技術研究所は、クレイ XMP12 を700万ドル、10億5000万円で購入した。日本では、XMP シリーズは少なくとも以下の企業に導入されている。完全新規設計のクレイマイナス2は1985年に登場した。 全く異なったコンパクトな4プロセッサ設計で、主記憶容量は512メガバイトから 4G バイトであった。性能は500マフラップスと言われたが、メモリの冷点種が大きかったために、計算の種類によっては、XMP よりも遅かった。XMP の直接の後継であるクレイワイ、MP シリーズは1988年から登場した。設計に目新しい点はなく、 最大8個の改良されたプロセッサを接続できるように XMP を進化させたものである。実装面では16ゲートのイクルゲートアレイ、IC からベルシーに集積度を向上させている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。